招待状は届いたか。きちんと名前が書いてあっただろう。その必要はない。私が紹介する。それに私の恩師や旧友は前々からこの真空ハンター殿に会いたがっていた。まさか。パーティーに適した服は持っているのか。着ているのを見たことがない服ばかりだな。任務のため？少し派手ではないか。ずいぶん凝っているな。だが今回は普通のパーティーだ。武器の出番はないだろう。大丈夫だ。普通の服でいい。オーラならお前の存在自体で十分だ。まだ時間も早いから近くのショッピングモールに行ってみるか。ある。二人で出席する以上、パーティーにふさわしい勝負服を一緒に新調した方がいいだろう。私も必要なんだ。付き合ってくれるか。商業施設にとってこういう行事は逃せないものなのだろう。どこでもいい。こういう方面には疎いんだ。あそこはどうだ。ああ、商品も悪くなさそうだ。では実地調査と行こう。いらっしゃいませ。結論は出たか。ならば立場を変えて互いに相手の服を選ぶというのはどうだ。これなら似合いそうだ。では他の服を見てみよう。無理しなくていい。まだ時間はある。お前に合うドレスをゆっくり探そう。ありがとう。今回のパーティーで5分間のスピーチを頼まれていてな。あと少しで終わる。いや、実はもう3回も書き直している。そんなに意外か。これはとても重要な章だ。業界がこの研究の方向性に賛同していることを示している。だからこそお前にも一緒に参加してほしいんだ。スピーチ程度で緊張などしない。司会者はそんなにハイテンションではないと思うが。
何を言わせたいんだ。医学とは果てしない旅のようなものです。私は幸運にも先人が足を踏み入れていない道を見つけましたが、まだまだ先は長く、前へ進み続けていかなければなりません。他とは？そうですね。多くの人に感謝を伝えたいです。ご指導いただいた恩師、人類の健康のために尽力する仲間、私を信じてくれている患者の方々、そしていつもそばで支えてくれているあの人に。今、私の目の前にいる人だ。あと1時間だ。そろそろ出発しよう。10分前から悩み続けているようだな。これにするといい。今日の服装に一番合っている。つけてみればわかる。じっとしていろ。想像通りだ。お褒めに預かり光栄だ。手術に比べればまだ簡単な方だからな。これは香水？悪くない。この口紅と同様、互いのトレードマークにするのにちょうどいいと思っただけだ。おお、レイじゃないか。久しぶりだな。こちらは仁和病院のチャン先生だ。かつての同級生でもある。はじめまして。レイから大噂は金々。それは本人から直接聞いた方がいいと思うな。でも確かに彼が言っていた通り優秀な方みたいだね。特に何も言っていない。行くぞ。あそこにいるのが私の恩師だ。緊張しているのか。医学界はそれほど広くない。単なる偶然だ。それに見たところ恩師たちは教え子である私よりお前の方が気に入ったらしい。いや、嬉しいんだ。踊らないか。大丈夫だ。どんな時でも私がお前のペースに合わせる。どうした？
一応言っておくが、パーティーでお前が飲んでいたのは酒だ。水ではない。ホテルの階段で転びそうにならなければ、その言葉にもまだ説得力があったのだが。見事な責任転嫁だな。遠慮しておく。危ない。飲みすぎだ。やはり今夜は私がずっとそばについているべきだった。友人ができたのは喜ばしいことだが、今後病院で彼らに会うことがないといいな。思わない。していない。怪しくない。ダメだ。着いたぞ。部屋まで送る。なぜ座ったまま動かない。そんな哀れな顔で私を見てどうした。ほら、これほど酔っていながらまだ酒と離れたくないのか。ちゃんと持ったぞ。自分で歩けるか。しっかり捕まっていろ。落ちても責任は取らない。まだ口答えする元気は残っているようだな。ならば自分で歩くといい。ではその先生からのアドバイスだ。黙って私に寄りかかっていろ。無駄なことに力を使うな。お前はすでに酔っているだろう。明日の朝、余計に辛くなるだけだぞ。お前、少しはおとなしくできないのか。ちゃんと座れ。足をバタつかせるな。正常な反応だ。飲酒後は血小浸透圧が上昇し、まあいい。蜂蜜湯を持ってきてやる。
綺麗だ。私も興味が湧いてきた。その酒はそんなにうまいのか？結構だ。確かにあまり強くはない。お前な。少しは酔いが覚めたか。タオルを湯で濡らしてくる。酔っ払いの顔を拭くためにな。こちらを向け。体ごとだ。特別待遇のつもりなのか？この酔っ払い目。酔いがさらに回ったようだな。病院ではこのように患者を手荒に扱うとクレームが来てしまうぞ。今さらおとなしいふりか。だがさっきお前の頭に奇襲されたせいでまだ顎が痛い。目がうつろなのに私を診察する気か？確かによく見えていないようだ。もう一度確かめてくれ。ちゃんと見たのか？根に持つんだな。では方法を変える。目を閉じろ。ああ、今回は騙していない。普段の機敏な身のこなしはどうした？これほど簡単に捕まるとは、ハンターとして警戒心が欠けているのではないか？その返事はずるいな。何をブツブツ言っている？普段はそういった理屈を毛嫌いしているのに、ましてこういう状況で私に道理を解けというのか。
確かに熱いな。一つ言い忘れていた。酒は当然人を酔わせるが、私を酔わせることができるのはアルコールではない。